1>, 1投目にいきなり65メートル80の今季自己ベストをマーク。ガッツポーズを見せ、ライバルに重圧を与えた。昨季から今季にかけての11連勝中、大半を最終投げでの逆転で決めた北口だが、パリの夢舞台は1投で勝負を決めた。ライバルが誰も北口の1投目を超えられず、自身の最終6投前に体幹が決定。 五輪女王としてパリでのラストスローは60メートルに届かずに点を追いだが、涙が溢れた。優勝者だけが鳴らすことができる競技場の鐘を絶叫と共に鳴らし、歓喜を爆発させた。嬉しいだけじゃ足りない、言葉にできない、未だに実感が湧かない、7日の予選は1投目に通過ラインの62メートルを超える62メートル58をマークして余裕の通過。 当日しかこの競技場で練習させてもらえないので、練習という意味ではもうちょっと投げたかったと女王優への悩みも漏らすほどだった。予選では65メートル声が1人、64メートル声が3人。仕上げてきている人は仕上げてきている。今季ベストを更新したいし、いい勝負ができればいい。北口も決戦へギアを上げ、世界の競合を圧倒した。夢舞台の表彰台。 真ん中に立って金メダルをかけてもらい、君が世が流れると、また女王の目から涙が溢れた。